知らんこといっぱいあったろ。ねえ、勉強になったね。ちょっと、なんで足が速いかって言ったら、山を越えて通学しよったっていうのはすごかですね。ねえ、クマもちょっと、本当にたまにゃももうこれから走ってお仕事行かないね。無理無理無理、誰よりも我先にたまには無理無理無理。クマもは走って通勤しますか。小さくうんっていうのやめちゃうといいかな。嫌なの。いや、車がいい。贅沢ですね。なんかって、まあ、何ね。後ろで寝とくクーラー効いたところで。出たか、たまにはクモも走らな。ねえ、カナフリさんみたいにちょっとね、体力つけていかないんですね。はい、これからね、暑い夏ですから、クマモもたまにゃんも体力つけて、ね、元気いっぱい、熊本をね、盛り上げていきたいと思います。はい、ということでね、先ほどお話ありましたけども、玉名市、遊びに来たことある方いらっしゃいますか。ちょっと、1、2、3、4、5、6、7人ですよ、たまにゃん。これが現実ですよ。もうまだ探してますけど、全然手上がらんかった ね。これが現実ですよ。これもっと増やさなんですね。ここいる皆さんが玉名市に来てもらえるように。じゃあね、くもも玉名市と距離感遠い。あ、こちらの方にも見えるようにね、移動したの。なるほどなるほど、ね、皆さん中心にいるわけね、くもも。ね、たまにゃんとくまモンでセンター割っていくと。で、ま、真ん中にしそうさんですか。センターでお願いします。じゃあね、くまモンとたまにゃん、さっきお話しあったけど、温泉とかね、玉名はとっても素敵なところがいっぱいあります。美人の湯がね、多いって言われてますけども、知っとったろ、くまモン。知らんかった。あ、知ってるはずだけども、行こうぜって。美人になりたい。あ、美人を見たいって。こら。こら。でもだから、たまなには美人さんが多いかもしれないですね。ね、このこのじゃないよ。行こうぜじゃないよ。でもね、たまにはもう温泉好きですか。好き。丸ね、丸ね。丸だそうです。もうあの足湯とかもあるもんね、玉名にはですね。あの普通にただで、あの公園とかに足湯もあったりするんですよ。もう皆さん気軽にね、寄っていただくことができます、ね、そしてなんといっても先ほど言いました、玉名ラーメン対くまモンも大好きです。くまモンね、よう食べるもんね、玉名ラーメンね。バレてますよ。だからあのお腹なのかもしれません。ね、玉名なんかちょっとたまにゃんとラーメンがちょっとカミカミだってごめんね。たまなラーメンといえば、皆さん食べたことありますか。本場のはね、食べてみてください。いや、こってりね、豚骨が効いておりますね。匂いがすごいもんね。ね、美味しかです。ぜひ皆さんね、たまなに来て本場の味を味わっていただきたいなと思います。ね、すごいね、味がね、もうこってりした、もうスープも美味しい。ということで、皆さんぜひ玉名にね、遊びに来てください。じゃあね、くまモン、